はい、3時のおやつにマカロニサラダ。どうもアリケンです。今日は僕のちょっと気になることがありまして、フォートナイト最初にバスの中から降りるんですけど、最後まで放置してると強制退出させられるんですよ。あれを1人じゃなくて100人で一気に強制排出したらどうなるかっていうのを調べたくて、今日は100人動画班で、まあ簡単ですけど、誰もバスから降りずに一斉に降りたらこのゲーム耐えるか耐えれないか、壊れるか壊れないかやっていきたいと思います。それじゃあレッツラゴー。俺がヒカキンさんみたいになるのに協力してくれ、頼みます。俺はヒカキンさんになるんや。マンジマンジ、あ、ラグ、死んじゃ、おおガバディガバディ、フィジカル生かして歩いてくんな。お前の死ぬない時は早い。どこにそれ、バスってどこある、みんなバスって。今日みんなにはやってほしいことがある。バットマンこんにちは。今日みんなには小学生の顔を笑顔にするべく、小学生スイッチキッズ、その他もろもろフォートナイトユーザーが気になっていることをみんなで実験してもらう。今日実験するのはこちら。テレン、全員でバスから一斉に降りたらどうなるか。みんなにはバスから降りないでいてもらいたい。みんなよろしく頼むな。バスに乗るためにはここからまず全員知らないといけないので、皆さん殴り合いの殺し合いをしてください。よーいスタート。さあやるか。どうなるんだろう。ワンチャンさ PC ぶっ壊れるんじゃない。気になりますね。はい、じゃあ皆さん、はい、手を上に上げてください。放置でもうあとは見るだけです。はい、じゃあみんな降りないで、ちょっとしっかり後ろ見とこうか。さあ強制排出するとどうなるか。さあ誰も降りない、すごい、いいぞいいぞいいぞ。これマジやばそうじゃない。100人、これマジやばそうじゃない。どこどこまで行けばいい。くる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 、これやばそうじゃね。これやばそう。行くよ、来るよ来るよ、行くよ来るよ。強制排出3、2、1。うわえ、綺麗なんだけど。でも100人いる ?100 人いんのこれ。すげえ。これ100人いる。ちょっと待って、下まで行こう。みんな降りちゃダメ。そのままゆっくり降りていこう。だからみんなあれだ、だからみんな出た瞬間下に行かずに上にいれば多分すごいことになる。もっと、もう一回やろう、もう一回。これ多分ギューンって下に降りた人がいるから、ほら何人かね。うわすげえ、気持ち悪っ。蚊みたい。夏だねー。すごいな。で次絶対みんな加工しないでね。いいよ、100人動画班だからね。やっぱ100人でできる爽快なことをやりたいよな。よし、それじゃあ行くぞ。さあ2度目の挑戦、今度は加工なしで全員で一斉にグライダーも開いてみたいと思います。いきます。どうなる。うわーすげえ。うわすごい、すごっすげえこれどうなんの、これ開いちゃダメだよ、みんな開かないでね、開かないで。あ、すごい調整してる、頑張って調整して。多分ロードの遅い人が上の方になるんじゃない。これ俺より1個上だもんね。これみんなマジで開かずに全員バサバサバサってなったらどうなるん。これすごいな。来るぞ来るぞ、みんな来るぞ。これ多分100人ロードしきってないよな。よし、みんなそばは降りるぞ。下行くなよ、下行くなよ。これ俺がちょっと上行ったらどうなるかな。あ、すごい、あ、すごい、重なってて見えないけど。
前たち。すげえの取れた絶対。これやばい。これ衝撃映像。OK、皆さんありがとうございます。じゃあリプレイでちょっと見てみようか、もう一回。いきます。せーの。え、待って。あ、すごいこと、すごいこと気づいた。見てこの形。え、こんな綺麗に落ちるんだ。なんか丸が真ん中にあって、あの花火みたいな感じでバーって横に広がってる。これは多分誰も知らないだろう。すごくない？ちょっと待って、下行ってみよう。これ下行けっから、下から見よう。すげえ、これは新発見。これ新発見。これだいぶ新発見だと思うんだけど、これ下から見たらやばいんじゃない？うわあ、すげえ。これすごくない？だいぶすごくない？これ世紀の発見すぎない？こんな綺麗な形になるって。だから降下が早い人いるんや、多分ね。で、一人一人あの降りる席みたいなのが決まってて、これの形なんだろうね、多分。これはすごくない？この形は花火だもんね、ちゃんと。被らない理由がこれなのか。なるほどね。だから一斉ので出ても同じところから出れないじゃん。これなんだよ。だから端っこで出る人もいれば真ん中から出て有利な。なるほどな。脱帽だね、これは。はい、ってことで皆さん、フォートナイトを楽しんでいるエンジョイ勢の皆さん、今日は一つ新たなトリビアが生まれました。バトルバスから100人で降りたら、花火の形で全員降りていくということが分かりました。皆さんよかったらぜひね、友達とかフォートナイトやってる人にどうなると思うってこの動画見せてあげてください。それじゃあ皆さん、今日の100人動画班の動画ここまでということで、よかったら100人動画班にしてほしいこと、やってほしいこといっぱいあったらね、あのコメント欄の方で随時募集しているので、そちらの方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価してもらえると明日の僕のやる気が出てくるのでね、よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またな。バイバーイ。